鹿児島宝石所は1867年に薩摩藩によって薩摩国鹿児島郡鹿児島近在吉野村磯に創設された日本初の宝石工場。同じく薩摩藩により堺に創設した堺宝石所、江戸幕府により創設された鹿島宝石所ともに疾走三宝石と言われる。宝石所跡地は鹿児島宝石所跡として 国の史跡に指定され、現存建造物である旧鹿児島墓石所技士官は、国の重要文化財に指定されている。鹿児島墓石所の技士官である、旧鹿児島墓石所技士官については、技士館説に手述べる。安政5年に、島津成明が救世し、修正官事業は一時衰退するが、5年後に起きた、撮影戦争によりその重要性が再認識され、5代。 友厚や石川角太郎らの権限に基づいて、藩は西洋の学問を奨励するとともに、英国へ留学生を派遣、西洋の新しい技術や機械を積極的に導入することになった。慶応元年英国への留学生を引率した五代や新シ・久サムは、プラットブラザーズ社から宝石機械を購入し、同時に工場建設や技師の派遣も依頼した。 宝石機械は開け綿機、素祖面おもり製防機、力食器など150台余りがあった。他に蒸気機関も導入。翌年3月には市町医ホームをはじめシリングフォードなど4人の技師が鹿児島に入り、工場建設が始まった。慶応3年には工場長ジョンテッドローが機械と共に到着、随行した2名の技師も加わって、計7人となり、 同年5月に日本初の洋式機械宝石所が竣工勝手か大洋人の松岡正人が宝石所総裁に就任した。原料の綿花は主に関西方面から買い入れ、食工200人余りが1日10時間の就業で1 8 0ラムを紡いだという。明治2年には白木綿6万5000単、かすり2600均ほどを生産しており、主に 関西方面で売却された。明治4年に小通社となり、1897年に閉鎖された。1959年2月25日に、旧義士官が鹿児島防石所義士官の名称で国の史跡に指定された。その後、2010年の発掘調査の結果、隣接地から鹿児島防石所の本体の基礎部分の 遺構が検出されたため、2013年10月17日付で、史跡の指定範囲が追加され、指定名称が、鹿児島墓石所技士館から、鹿児島墓石所跡に変更された。旧鹿児島墓石所技士館旧、鹿児島墓石所技士館は、鹿児島県鹿児島市吉野町にある鹿児島墓石所に、招聘した、イギリス人技士の住居として建築された技士館。通称、 偉人館、1867年に建設された。1959年2月25日に、国の史跡に指定され、1962年6月21日に、国の重要文化財に指定された。2015年、第39回世界遺産委員会において、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産の一つである旧、 修正館を構成する施設として、世界文化遺産に登録された。江戸時代末期の1867年に建設された洋館であり、木造2階建て、屋根は、後継作り、瓦吹きで、壁は、白ペンキ塗りであった。1884年に、鹿児島県立中学造士館の建設時に、鹿児島城、本丸跡に、校舎の一部として移築されたが、 1936年に現在地に再築された。当初、銀座レンガ街の設計などにも関わったトーマス、ウォートルスの設計と見られていたが、ウォートルスは1866年から天見大島で、製陶工場の建設に当たっていたため、現在では盲石所に関係したイギリス人が設計、指導したと考えられている。西洋建築の輸入当初に、 日本各地に建設された同様の建築物のうち、現存する2階建て住居としては最初期のもので、幕末における洋風化建築の進展を示す貴重な遺存として保存されている。証拠修正館に近い跡地に記念碑が混流されている。ありがとうございます。